どうもー、皆さんこんにちは、キューグルです。はい、最近ですね、クラクラ初心者動画全然出してなかったんですけれども、やっとね、マンホール6卒業できるんですよ。まあね、ちょっと防衛説雑魚ねみたいなね、このアカウントは防衛説あげません。壁とユニットだけ上げていこうかなと思います。で、まあ暇になったら防衛説あげようかなっていうスタンスでやってるので、まあ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 、ということでタウンホール7に、うわー7いいな、7ババキンダクエリ、うわーすっげーな、すごい楽しみですね。もう7からやっぱジャイヒーとかドララッシュとかね、いろいろできるので楽しみです。チャコッ早いもっと貯めるつもりだったのに、まあいいや。ということで、まあちょっとダウンホール7にするのがあと5日後、いや6日後なので、どうしようかな。ですね、タウンホール7になって、やっとこれが、この紫壁が使えるようになるんですよね。そしてなんか水塔とかも増える。まあまあそんなのいらない、そんなのいらない。やっぱりね、あ、ちょっと、そうこれタウンホール9なんですよね。こっちの上げてないっていうね、まだ、まあまだね、これアーミーキャップ上がってないんですけど、まだあのこれ3日間なんで、なんでこれがタウンホールが出来上がるまでに2個完成させようかなって思ってます。いやーほんとね、このアカウント始めて結構まあなるんですけれども、全然ね、まあ弱いっす、まだ弱いですし、クラン戦にも出ておりません。もっとね、ジャイアントと、あとはヒーラーですね。ヒーラーがまだ、あ、早上げやつ、弊社上げんの忘れたわ。弊社、まあ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 、ということでね、まあ、これからどんどん上げておこうかなと思います。いやー、ちょっとね、楽しみなんですよ、タウンホール7が。タウンホール7で、そのジャイヒードララ、タウンホール8で、最近だとゴワイプとか、あとはゴレホグとかもすごい、流通してんのかな、わかんないですけどね。で、タウンホール9でゴレホグとかも、もうとりあえず、もう攻め方が多くて、タウンホール10と。いやー、行くのでしょうかね。はい、わかりませんけども。ぜひともですね、皆さん、私がね、まあ、タウンホール6のうちも、あと6日間ということで、まあ、タウンホール6でやってほしいこととかね、あとはタウンホール7でどんなことやってほしいかとか、もうぜひともですね、このアカウントは、もうね、リスナーの皆さんとですね、育てていきたいので、こんな攻め見てみたいとか、あと懐かしいなとか思いながら見ていただければ嬉しいんですけれども、ぜひともコメント欄にですね、なんかこんな、これやってほしいですとか、あと配置とかもね、タウンホール7とかになってやっぱり壁が増えて、こう立派な配置ができると思うので、タウンホール7超楽しみですね。ポチろっかな、あ、800個あむにいや、これでさすがに狂気の沙汰はやばいっしょ。さすがにいきなりタウンホール8にしましたみたいな、明日になっていきなりタウンホール7チャックはタウンホール7完成とか言って、いきなりジャイヒーフルマックスの動画見たい人いない。そう、よくないよくないよくない。それだったらキヨキヨアカウント課金せいやみたいなね。もうキヨキヨアカウントも全然先に課金してないので、はい、ということで楽しみです。ぜひとも先ほどのコメントよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございます。じゃんじゃん、チャンネル登録して、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。